皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は最初の復習のタイミングというお話をさせていただきます。復習は大切だってことは皆さん感じていると思います、ね、復習しないと何も身につかないんですよね。それは勉強だけじゃなくて楽器の演奏やスポーツなんかでも同じです。ピアノを上手に弾けるようになりたかったら何度も練習しますよね。指に覚え込ませてるわけですよね。スポーツ上手になれなかったらね、やっぱり練習します。体に覚え込ませているわけです。勉強は復習して頭に覚え込ませるんですね。じゃあタイミング、楽器とかスポーツタイミングはわからないんですけど、勉強にはやっぱりね、どのタイミングで復習するといいかってのはいろいろ言われています。その最初のタイミングですね。その最初のタイミングは1時間後、これがいいと思っています。なぜかというと半分忘れて半分覚えている状態なんですね、この1時間後というのは。でここで一度復習すると忘れちゃった部分もしっかり思い出せて、これ記憶に定着しやすくなる、そういうことです。じゃあもう一回問題集とか最初から解き直すって、そういうことじゃないんですよ。今勉強した学習の内容、1時間の学習の内容、これを見て頭の中で思い出していけばいいです。ただ計算なんで不安の問題があった時にはその問題だけを書いて解いてみてください。それで十分です。これって学校の授業でも応用できます。学校の授業終わった後にちょっとだけその授業で何をやったか、ね、思い出す。ちょうど1時間くらいでしょ、1時間弱ですよね。ですからその終わった時点で思い出してみると勉強も結構頭に入りやすいんじゃないかと思います。今回は最初の復習のタイミングというお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。